最初のテーマはこちら、最強のケータリング。ちょっと上げてきます、好きなお弁当みたいな。上げよう上げよう。崎陽軒、崎陽軒ね。崎陽軒やったら喜山の方がいいな。喜山、まあ、崎陽軒テンション上がりきらないんだよな。バカじゃねえのお前。いや美味しい、好きですよ、全然大好きだけど。めっちゃうまいだからな。そうそうそう、うん、東京でも違う違う、崎陽軒が下に落ちてても、あ、崎陽軒だと思う。で、落ちるのに。うわ、この間静岡行った時さ、うな重あったな。うわぁ、うなぎがいいじゃん。焦ったわ、レベル高すぎた。焦ったよな、ちょっと3500円。あ、でも俺らがこの前名古屋行った時、ひつまぶし弁当、うわぁ、うなぎいいわ。あれも3000円ぐらいした。高いよね。美味しい、うまかった。竹もうなじは絶対入れよう。魚は魚、そう、焼き魚とか。だ、寿司、寿司は寿司。うなぎも魚だからな。まあね、うなぎ、まあ、どっちにするかでね。新潟にあるね、あの縁側の押し寿司っていう。うまいよ。あれちょっとバカですよね。うまいよ。キャストミートしてトロトロ。いや、わかるわかる。東京駅の祭りっていう駅弁というのが唯一買える。あ、そうなんだ。東京駅で買えるんですか。ミート矢沢。ミート矢沢だ。うまかった。あ、ミート矢沢うまい。わかったね。あのミート矢沢すっごい美味しいのに、なんか石津さんが、いや案外普通じゃねえって時ぶっ殺しちゃう。あらたつだ。何がみたいな。ちょっとじゃあうなぎ一回キャンセルする。うっそ。え、いやもう驚きますよ。えって。もう焼いてんのに。